あ、声がいいからね、小原さんは低い声を。あ、小原さんだ。こんにちは、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さっさん、よう焼けてますね。だって、朝から昼までずっと子供ら。すごいですね。今ね、コーチされてる話聞いてないですけど、さすがに。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあすみません、よろしくお願いします。今日はあのピッチャーのことを教えてもらうのと、コーチ長年皆さんやられてて、いい選手いっぱい育ててこられたんで、そのあたりもちょっとお勉強させていただければと思うんで、この番組恒例なんですが、本当に失礼で申し訳ないんで、先輩に言うのもなんなんですけども、まず生年月日とあのお名前を自己紹介していただきましてですね、そういうところ、あのプロ野球っていうのはこうもう1年違いで大違いなんで、どっちが年上なんだとかこう見てる方もちょっとよくわからないところなんで、さあさあよろしくお願いします。昭和29年9月11日生まれ、今年で70歳になりました、佐藤です。もともと阪急ブレーブスからに入団して、まあ、コーチとしてはまあ4兄弟行きましたけど、今、カメリーベースボール学院っていうことを社会人と中学生をまあ教えてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あのちなみに僕は95年の日本シリーズで対戦してます。そう佐藤さんとは負けました。まあ40歳で先発させてもらったんだけど、はい、飯田に酔い飛んでフォアボール出してそうでした、4回まで変えられました。じゃあ遠藤さんもよろしくお願いします。昭和30年4月19日生まれの遠藤です。横浜大洋ホエールズでピッチャーをやってました。その後ベイスターズのピッチングコーチを歴任し、今はジャパンアスレチックアカデミーというところで小中学生の野球を教える、その中でピッチャーを担当してやっております。あの遠藤さんはもう僕らも若い頃は見て、子供の頃どころやな一緒にやってくれやってそうですもう本当の最後なんです。僕だから遠藤さんアキレス腱ちょっとね、はい、怪我されて、僕らはもう本当の最後の晩年の時にちょっと何度か、あの僕はね古田君とね、はい、自分の最後のオールスター、はい、スタジアムでバッテリーを組んだ記憶があるんですよ、はい、ツイニングですけどね、はい、5三振取れたんですよ、はい、あのやっぱりいいキャッチャーいいリードするなってつくづく思いました。いやもうカムバック賞ですよね、だからその年のオールスターです。そうですよね、はい、だからその時にはすごく記憶にあります、はい、じゃあ小原さんもすみません、よろしくお願いします。はい、昭和32年8月7日生まれ、小原孝雄です。ヤクルトに入団して古田さんとはですね一緒に現役でやったこともあります、はい、14年現役をやった後に5球団各チームを指導してまいりました。現在はですね高校野球の指導をやっております。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、僕にとってはあの大先輩ばかりなんで今日はちょっといささか緊張気味なんですけれどもサズさん、あれ同期でいうと どなたとかがいらっしゃるんですか。いっぱいいるんだけど、はい、まあ、一番言われてるのが、まあ、森重和と斉藤、一応3人はサンバガラスやれて、はい、野球も飲むもの昔の野球選手ですね。早稲田だったら松本忠で、日本ハムで島田誠とか、この辺が結構プロに入ったメンバーは結構います。そうですね、はい、遠藤さんは。僕は江川掛布、おおすごい、達川大野、あ達川さん同期ですか。山倉の人です。ああ、そうですね、はい。小原さんは。はい、不作の32年ですそんなことないじゃないですか。まああの阪神の、岡田監督とか、ヤクルトの GM の小川さん、ね、あとジャイアンツでいた篠塚さんとか、はいはい、不作の30年とよく言われます。そうですか。そうですか、はい、ありがとうございます。今日はまず今でもね若い人たちも教えられてるということなんで、こうやっぱり昔と今とかやっぱりそもそも全然違う感じなんですか、教え方と言いますか。教え方はそんな変わってないですけどね、はい、自分のこう教え方をやってるだけで、はい、こうやっぱりグッと上がる人って、上がる人もいれば、まあ、あんまり停滞する人も、プロもそうなんですけど、やっぱりちょっと一つのきっかけでポンと上がる人もたくさん見てきたと思うんですけど、ね、まあ、最近だからそのアマチュア行って、はい、今1年から見てきたのが、今あの宝徳行った今朝丸っていう、はいはい、今年まあドラフトかかるかなとね、1年からずっと、はいはい、あ、そうですか。まあ、彼はやっぱり背も高いし、投げる能力もみんなより優れてるって、はい、やっぱ体ができてきてあそこまでね、やっぱ体ができてこないと、あのいくらこういいもの持っててもなかなかこう伸びないよね、すぐには。
結構だからそのカンメリっていうとこはその練習の中でもご飯食べさせたり、はい、そういうのをしてて大きくしようっていう、はいはいはい、なんかでかいですよね今 の, あの若い子って言いますか、ね、甲子園とか見ててももうなんかプロみたいな感じでいっぱいいて、だからこうそんなにあれなんだけどやっぱりこうスラッと大きいのが多いよね。だからその辺がこうなんでそういうふうに上に伸びてるのかなっていうのもあるんだけど、俺らの場合はほら田舎で育ったからその辺のあるもの食ってたからいやいやでもプロ入るときドラ1ですからね堂々、まあ一応、ね、いやいやもうだからアマチュアのその大学の時にもすごかったっていうのは もちろん僕らも知ってますけど、どういう感じで投げてプロでこうやって活躍されたかっていうのを実は聞きたくて。やっぱりね、まあ、ずっと高校の時も教わったことないし我流でやってきたんですけど、はいはい、まあ、大学の時も監督はプロに行った人なんだけども、はい、ピッチャーで、はい、教わったこともないし、そうなんですか何にも教えたことがない。でもやっぱりプロ入ってね、はい、僕の、まあ、先輩で山田さんとか、はいはいはい、パランキャーとか、はい、山口隆さんとかいたんだけど、はいはい、僕が一番若くて大学出て一番若い、はい、山口さんが社会人に来て4つ上だけど、はい、2番目に若いんですよ、はい、一軍はね。でそれで投げるのが常に一番最後でね、はい、最後のね組で山口さんが隣で投げさせてもらってね、はい、まあ、人のボールってすごい速く見える、うん、自分のボールのスピードは分かんないんだけど隣のボールはすごい速く見えるから、で山口さんが投げるってめちゃくちゃ速いからやっぱり自分もやっぱねそういう風にこう速くなりたい、やっぱり投げるのにこうすごい一生懸命になったのは確かに、だからボールも速くなったのも確かに、それにこう釣られて投げてずっとやってきたっていうのは多少あります。それで速くなったのは、まあ体もねトレーニングも、はい、あのプロ入ったらずっとやるんで朝から晩まで走り走りでやってきたんで、はい、だからこうそういう先輩がいてやっぱり隣に速い人がいたら釣られてこう投げるっていくっていうのはそういうのがあってもう本当にうってくらい速かったからそういう中で投げさせてもらったのもこう自分の中で自然にこう速くなったようなイメージもあります、はい、うん、だからそれで梶本さんってピッチングコーチにワンツーマンで教えてもらって投げ込んで、まあフォームが良くなった、もうちょっと独特のフォームしてたん で, でそれをちょっと直そうかなと思ってワンツーマンで教えてもらって、それから良くなります。え、佐藤さんこう投げるときちょっとこうなんかこうあるじゃないですか、あれ直してあれだったんですか実は。僕あれ独特、あんまり俺も変わってないような気がするんだけどなんかあんまりいないじゃないですかプロで、あのこう一回上げてこ う, しこういう人だけど、一応こう縦にね、なんかこう何て言うんですか、ちょっと僕もあんまモノマネできないんですが、あれちょっとこういうねちょっと入りますよね、こうが一回こういってから送る、これがだからタイミングがあるときはストライクゲームでも入るんで、もともとプロ入ってもコントロール良くなかったんですけど、そうなんですか。それで梶本さんにそういうバッターを直そうって言って毎日150近く、うん、まっすぐ出るんでカーブも曲がるようになったし、それからですね、うん、コントロールがついてきたの。だからまあ変なこと言ったら、まあ上田監督って人の前ツーストライクねキャッチャーだから取って3球勝負俺だけだとしてもいいって言われたの、ボール投げたらフォアボール出すから逆に普通ね、ツーストライクで打たれたら怒られるんだけど、もうそれだけでもう監督に言ってもらった。じゃあマウンド使ってお願いします。何をどうやったらいいピッチャーになれるかっていう、もうざっくりで申し訳ないですけど、まず教えられるのは、はい、まあ、一番簡単なのは簡単だ、はい、まあ、肩を痛めない、うん、まあ、腕の使い方、はい、それをまあプロでもずっとファームなんか特にそうなんだけど、はい、それを一番先にだからどこで振ったら肩に負担がないかっていうとこからまあ言います、はい、あ、そうですか、はい、それで言うと、昔とはちょっと変わってるってことです、それとも佐藤さんはこうやってやってきたっていう、自分でやってたんじゃなくて、はい、自分がまあ教える立場になってからそういう、うん、だから、まあ、みんな見るようになって、うん、まああんまり肩痛めたことないんで、はい、だからこうなんでどこでこう振ったら一番、まあ、ここで振ったら、はい、まあ、オーバーに言ったらね痛める、はいはい、これなんでかって言ったらここに肩がこう当たっちゃうんで、はい、それよりも前まで来たら、はい、この肩の心が常に感覚が空いてれば当たらないんで故障はしづらいっていう、肩が、はい、だからそれには自分の前で、はい、前で高いところで振ることによってここの関節の間、はい、この肩の間がまあ塞がらないっていう考え、だからこれが前に行かないでここで叩いちゃうとここで当たっちゃうんで、はい、だから元気な時はいいけど疲れた時にそれが故障するっていうので、そこは一番うるさく言います。そうですか。
やっぱり長くやるには故障しないようにしないといけないんで、まああとは技術的には何を大事にしたかってこの左の膝、膝、はい、この膝が常に同じ場所にこう戻ってまあ入ってくることによって、これはコントロールつけるためにこうすると同じところにこう手が出てくるって考えで、まあ見る場所ってあんまりあちこち見ない、その曲がる場所、関節がこの選手はどうやってうまく使ってるかっていうのをこう見るようにして、まあホームはいっぱいあるけどね、これからもあるんだけども、自分の中では常にここに収まってくれると手も同じようについてくれるから、それで前でこう離せるようにしてくれたら、いつもこう前で振るとここが負担が少ないんで、そこでこう振るようにして投げてくれっていうふうに、あの特に2軍での選手はね、1軍はやっぱり勝たないといけないんで、まあそうですね、肩よりもちょっと肘が前に出るイメージでこう返す、あんまりこうだらーっと長くこう結構こうあんまり肘を出しすぎてもダメなもんなん、いやこう簡単に言ったらこの肘とこの肩ね、はい、これが体操的に言うとこれが一番こう自分の中でこれね、いくら力で振っても痛くないんですよ、はい、バーンと、はい、これが投げるのにここまでこれが一番痛くないんで、はい、ここまでこう出ないとダメ、はい、ある程度出さないとダメ、出さないとダメ、うん、出ないとやっぱりスピード出すのはここから肘から先なんで、まあ体の力もあるけど、はい、振りにくのはここから先なんで、はい、これが一番こう関節がパチンと合うところまで本当は出して叩いて、はい、いくら振っても痛くないんですよ、強く振っても、それが自分の前に使った時にここまで来て振らないといけないっていう、でここじゃなくてここまでっていうので、この肘を痛めない投げ方、まず一番はこの辺を注意して、そうですね、投げるにはやっぱり自分の肩よりも上で肘を使ってあげる、こういうふうに、今はこう低く投げたいってこうやって下げるピッチャーもいるんだけども、これじゃ強いボール投げれないんで、やっぱり上げておいて、上げることによってこの手首が長く使える、でここでスピンを多くかけられる、これ下げちゃうと使えないんで、まあ、そういう簡単なとこだけはうるさくこう見るようにしてます。もうそれはもう中学生高校生も全部一緒です、全部一緒で、はい、これはもうプロであっても同じだと思います、はい、体の使い方なんでそれは一緒なんで、とにかくこう上げて叩いてあげる、まあ、簡単に言ったら下半身は低く手は高くって考えて、下半身低く手は高く、うん、簡単に言ったら、先ほどこう膝の話もされてましたけど、この膝はどうこれはね結構難しいと思います、はい、自分の場合は、はい、まあ人に負けないと思ってやってた、ここでこうつくんじゃなくてここで回してグッて止める力が大事、ああはいはい、そう、はいはい、うん、意外にこう使うっていう方はいらっしゃいますよね、うん、なんかそれをで普通に投げてるように見えるんですけど、うん、こうイメージになってる、そうここで回ってここで収めると、はい、手もここに来る、だからこの膝の位置が常に同じ高さであると手の位置も大体同じところに来るって、だから投げるのもそんなにあちこちこう行きづらいっていう考えで、だから曲がる場所をどうやってうまく使うかってとこを見てる、最初はやっぱこう右足に、まあ、体重、まあそうですね、全体重ですよね、でこういく感じですかね、そうだからまあ基本的に立って今度股関節にこうクッとこう、はい、乗ってくれる、今乗る選手が結構少ないんだけど、はい、あ少ないですか、今少ない、はい、だからこっからこのまま行くピッチャーが多いけども、だから低くするにはここに乗ってくんないとこう下がれないっていう、はい、一回上げて こっちの膝はあんまり曲げないんですか、あ曲げない方がいいですね、でこう入っていくイメージなんですかね、うん、もっと言ったらこの膝って上げた時にキャッチャーの方にこう押し込めないといけないんですよね、ああこっちから押し込みながら投げる、そうじゃないと前に行くスピードが出ないんで、だからここからこう中に押し込んでこう反動を使って、はい、回ってくれると理想的なんだけども、はい、今は結構こうこっちに折れてるピッチャーが結構多いんだけど、だ自分の中ではこうで上げて前に行きながらこう股関節でこう長く、はい、横の向きの時間を長くイメージしてくれるとボールを長く持ってられるって考えなんだ、あの膝なんですけど、なんか最近ちょっとこう
ピンと立ってこう、うん、切るっていうんですか、こういうピッチャー結構多いじゃないですか。なんか昔はなんかもうみんなこうどっちかとこう前に乗って、ああでも膝は伸びた方が、伸びた方がいいいんですか、うん、あ今みたいに戻っちゃダメですか。戻っちゃダメです。それじゃダメなんだね。すいません前には乗るんですよね、体重。だからこう何かを使って何かをで助けてやらないといけないから、はい、上体を強く使いたい時はこの膝が伸びないとこう入れ替わらないんですよ。ああ、はい、そうゴルフでもね、こう膝を伸ばしてやったら飛ぶっていうのと一緒で、はい、そうですね、はい、だからそれがこうじゃダメなわけね。だからちゃんと前に行きながらこの上体を強く使うために伸ばしてやってこう平行に体がなってくれると理想的。投げる瞬間はちょっと伸び気味でやっぱり前には乗って、ああ体重が乗っていく。だから最初から伸びちゃダメだから、ここに乗って入って腕を振るために使ってやると上体も足もこう平行になってくれて、ボールも離す場所も前に行ってくれるっていう。だから今は結構っていうピッチャーがすごい多いんだけど、あ、まあ俺ね、こっちに倒れるやつもいるし、なんかちょっと戻り気味にこういいやつもいます、ね、じゃあもう向こうに投げるのに後ろに来ちゃダメですよね、はい、理屈的で言ったら、はい、だからこれが行って伸ばさないと状態が、はい、今のピッチャーってこの胸張る時間がすごい少ないピッチャーが多いんで、はあはあ、こっからこのまま投げてるピッチャーがすごい多い、はいはい、まあ僕らよりも上のピッチャーはみんなここで一回こうなってから、まあなんか僕なんかはやっぱ平松さんをこうのフォームが大好きで、大学の時に真似したことあるんだけど、それぐらい重心が低くて、まあ、でもなんかこうオーソドックスな感じですけどね、平松さんなんか。でもやっぱりこんだけ低くてもここまでこう乗って投げてるんで、もうそういう人が多かったけどね。今はやっぱりここでこう股関節に乗る時間がないから、このままってこう回ってしまうピッチャーが多いから、投げ終わってから回ってんだけど、確かに昔よりもなんか狭いですよね、うん、昔のピッチャーで、まあ、たまにここする人もいるぐらい沈み込んでなんか投げるっていうかイメージあるんですよ。自分の中でもステップは広い方がいいと思ってるんで、その代わりちゃんと軸足がちゃんとこうついてこないと、はい、まあ広げる意味はないんだけど、はい、だからここでこう普通はここで軸足だから、これ前に出ちゃいけないですね。後ろでこう使ってくんないといけない、はい、で前に出ることはないです。うん、重心が高いから回るんで、はいはいはい、重心が低かったらこっちの足は来ないですからね、はい、なるほど、そうですよね、うん、やっぱり低い方が。でもこう最近の例えばあのプロのピッチャーでもちょっと高いやつにはもうちょい低いした方がいいんじゃないとかって言います。あ、言うんですか、やっぱりこう。だからこう低いしないと低い強いボールがこういかないっていう考えで、上から抑え込んで低くいったらボールの回転も少ないから、こうボッというボールはいかないっていうか、だからこう僕はプロで教わったのは、だから車の話をして、車、うん、普通のスポーツカーが100キロで走っていて、こうこの辺でね、これが180キロ出たら車体って下がるように作ってあるって教わった。で投げるのも自分が低くなったら低めのボールがビューンとこのまま、おうおう、そういうイメージを持って、うん、だからこう前で前で離してスピンかけたら低めがビューンとこう、うんうんうん、まあ、伸びることはないけどそういうボール投げれるって教わる、うんうん、なるほど。だから下は低くで長くボールを持ったら、だからここでいいボール行くんならこのまま下がらないといけないですよね、はいはい、手を下げるんじゃなくて、自分が一番、うん、自分が一番強く触れる場所を常に同じじゃないといけないから、はい、こっちで調整しないといけない、そういうふうに教わった、はい、でもそれはだから結局それを、まあ、若い時にやられて、うん、長年長いことやられたじゃないですか、うん、だからやっぱりそれは正解だったなっていう感じですか。僕はそう今でもそうやってその、まあ、車の話をね、はい、風に曲げないで吹っ飛んでいかないように車は作ってあるって話、低く行った方がいい、うん、だ軽い車は飛んでいくけど、スポーツカーは200キロ出しても飛んでいかないのはそういうふうに重心を下げて地面を噛むように作ってるから飛ばない。投げるのも低く重心をしっかりしたら低めの強いボールを投げれるっていう、
その学生の頃からプロ入る前から、まあ、そこそこ球は多分行ってたと思うんですけど、ああそれはなんか我流と先ほどおっしゃってましたけど、どういうことこう、それは体の強さだけです。あんまりその天性ですか、メカニズムは考えずに。だから教わったことないから。人のを見て、人のを見て、はい、自分の中でこうやってきただけで、はい、あさっきの平松さんじゃないけど、はい、わあすごいな、あんだけ重心低くても投げれるんだなと思って真似してやったこともあるけども、それででもだいぶなんだろう、自分の中でもしっくりきたっていうところがあったってことは、まあ高校の監督も俺ピッチャーないから勝手にやっとけって言われたんで、ただ投げるだけ、今日は300投げとけとかね。そんだけ近くやったけど、あとは本見たりして、はいはい、そうですね昔はね、うん、ほんで自分なりにまあプロ入ってもやっぱりちょっとまあ勝ったりしてたけども、だからこう3年目の時に4勝14敗した時に、はい、何分投げても勝てなくて、はい、それがさっき言ったこのタイミングが合わなくなったらボールボールになりやすい、うん、やっぱコントロールが一番そう、うん、もともともう入った時から三振かフォアボールかみたいなオーバーに言ったらそんな感じだった。それでその梶本さんにちょっとこれを直そうとして投げ込んで、まあ、体が覚えてくる、まあ、それからまあ成績は良かった。だから教えるのもだからこう関節曲がる場所しか使えないんで、まあそうですね、うん、それをどうやってうまく使ってるかを見て、はい、だからこれはトレーニングして鍛えるけども、それを強く投げるために鍛える、ここ使えないから、はい、この関節の曲がる場所をみんながどうやってうまくこう使えてるかを見てます。その若い選手というか、ファン、例えば2軍の選手とかと、うん、若い選手と例えばプロとかに行ったら、みんなこうなんもうちょっとこういけばうまいこといくのになって言って、まあ、いろんなやついるじゃないですか、球は速いけどコントロールあるとか、はい、コントロールはまあまあいいんだけど球は遅いなとか、うん、そういうのってこう指導法っていったら変わったりもするもんなんですよ、なんかもうちょっと、まあ、コントロールはやっぱ投げて覚えないといけないんで、アドバイスはするんだけど、はい、だからこう今でもまあ、一番簡単で今でも悪くないけども、こうした方がもうちょっとコントロールつくっていう話はしますけどね。みんな聞かれますか、なんか最近なんか若い選手もみんなよういろんなこと言うから、うなかなかコーチ難しい、僕の場合はみんな聞いてくれま す, す、ね、だから難しい言ってもね、分かんないやつが多いから、はい、でまあ今アマチュアは特にプロの動画を見て、うん、確かに真似してくれやつがやって、じゃあお前らはできねえって言ってね、彼らだからできるんで、はいね、山本由伸はこうやって投げてました、はい、お前らあれで投げれんのか足上げてっていうことなんだよね、うん、結構痛めてるじゃないですか、はい、まあそれも新聞で書いたんだけど、はい、やっぱあれじゃ背中に負担かかる投げ方だから、うん、やっぱりゆったり投げた方がピッチャーは理にかなってると俺は思ってるんですよ、はい、やっぱりつくまではあいつは能力高いからあれだけ投げれてるけど、はい、結局故障ね、うん、してきた、やっぱりあれでどっちから抜くとこは抜いとかないと、やっぱり長く投げれないと思ってるんで、フォームでいうとこの辺はもう脱力、足がつくまでは絶対力入れるなって教えて、特にバックスイングは自分の体の後ろに手がある時は絶対力入っちゃいけないと、抜かないと強く振れないんで、抜くことが大事だ、抜かないと力入れたら強く振れない。佐々さん最近ね、ちょっとこう僕らの頃っていうのはこ う, なんかこうやってちょっと肘を上げ身にこうやって投げなさいってよく教わったんですけど、これはあんまりこうじゃなくてもうちょっと伸ばした方がいいんじゃないかっていう選手が多いんですよ、プロでも。でもうちょっとこうあんまりこう肘を使わずにちょっと、まあ、僕らの頃ですとアームっぽくですけど、こう投げた方が胸の筋肉とか使えて実はいい球いくんじゃないか。今でもそのバックスイングしちゃうとここがこう張っちゃうじゃないですか、はい、そうなんですよ、これが僕のここ怪我しそうなんですけど、これがやっぱりいつもこう緩んでないって感じですよね、はい、前に、はい、これはここで張っちゃうと故障するんで、ここはいつも緩んでないって感じだから、こういうふうになっとかんってやつ、はいはい、だからこうちょっと軽く、うん、そう、うん、僕らは野手なんでもう本当この方が投げやすいのは、うん、だからまあね、野手がバッティングピッチャーね、ホームラン球で、はい、やっぱりいつは理にかなってる投げ方してるから、こうだとここ張って、ちょっとピッチャー最近、まあ、これはこっちじゃないんですけど、ちょっとこう、うん、なんか 遠めに上げた方がいいんじゃないかっていう人が結構いて、まあ、それはね、何とも言えないとこだけどね、はい、みんながそれなりに違うから、そうですね、でも伸ばせば伸ばすと俺は力が入ると思う、あ、後ろの方に力入って前に力出せないっていう、うんうん、だからここで帰っちゃうとこれが上向いちゃうんで、うん、これだと危ないですよね、危ない、怪我しそうな、だから緩んでる方が、はい、
で回ってきた方があの体には理にかなってると思う、うん、こっちの方がね、はい、スッとここまで来てからはなんぼ力入れてもいいけど、そうしたらなんかこうここ落としてますよね。そうそう、ポンと落としてピュッと上げるって感じだったですよね。俺も後ろ、まあ、ずっと内野手やってたりしてたから、はい、どうしてもこうちっちゃいんだけど、はい、だその辺がちょっとプラスになってね、バッターから見づらいっていうのも、確かに、うん、だから僕バッティングピッチャーやっても手が短い、もともとずっと2年まで3年だけからピッチャーやったり、あ、そうなんですか、へえ、まあ大学だけ1年から投げたのは、あとずっとないピッチャーで入ったんだけど、はい、やらせてくれなくて内野やってたからまあここにこうスッと上げるのをこう覚えた、だからバッターから結構見づらいって言われて、まあね、基本は後ろ小さく前大きくだから、あ、はい、だから理にかなってないかもしれないね、伸ばすのは。そうなんですけど、なんか最近結構いるんですよね、なんかそういうこと言われて、うん、僕らもそうなのって。あ、でもやっぱりこうはあんまり良くないと思う。あんまり遠すぎる、うん。やっぱりこう吸った、まあ。こっちに入るのはあんまり良くないと思う。そう、こっちも良くないけど。こうだから真後ろ気味にこう伸ばす必要はないと思うんだけど。あ、ここからスッとここにバックスイングに入った方が、うん、こうずっと見てられるし、はい、うん、の方が理にかなってると思うけどね。やっぱりここからこう帰りやすいから。そうですね。うん、最終的にこっちに絶対帰りますからね。そうそう、ここはここ絶対ここは張っちゃダメなんで。はい、貼るのはここだから、うん、正面向いてから初めて貼るから、ここで貼ってたらこういうふうにしかなんないんで、うん、よくないと思う、はい、そうです、俺的には、はい、ありがとうございます、うん、あとさつさんです、変化球の投げ方教えてもらっていいですか。何だよね、変化球なんかこうやって投げたらいいよ。僕ら晩年ですが、ヨシボールとか言って投げてて、あれどうやって投げてるの、何の話か、僕らもあんまり、僕パリーグとあんまり勝利してなかったようなので、日本シリーズにヨシボール投げるって言われてもよく分かんない、何それってあのやったの覚えてる。そういうね、うん、楽天にもそんなバカがいた。ダルビッシュのボールが消えるから、はい、よし、佐藤さんにバッティングピッチやってもらってスライダー投げてもらえて、はい、佐藤さんって投げれるんですかねっていうバカなバッターがいたわ。いや、自分でやっぱり三振取りたいから、はいはい、まあ、カーブは普通に投げれてたんだけど、はい、で、まっすぐも、まっすぐとカーブだけだったから、大変の時も、はい、これでもっとこうバッターの空振り取るにはあのまっすぐの軌道でちっちゃく落としたら、うん、多分空振り取れるんじゃないかな、うん、で、カーブの握りで自分の中ではこの離す瞬間に全部ここでこう浮かないように下に引っ掛けるみたいな、はい、要はもう縦めのスライダーってことですよね。そうそうそう、だからこのまんま行ってここでどっちにもこう浮かないようにできるです。左バッターで逃げていくときはこっちに引っ張って、え、この間から落としてこっちに曲げるんですか。両方、え、こっちにも、うん、で、あ、じゃあスライダーとも限らない、もうスライダーじゃない、まあ、こう真っ直ぐ落ちる、ちゃんとスライダーは俺投げれるから、はいはい、あ、真っ直ぐ落ちるんですよ。僕もなんかもうちょっとこう自分の中ではだからフォークのイメージで、あ、そうなんですか、うん、だからいい時はちゃんと真っ直ぐに落とせるように離すどこまで頑張って、ここだけ、はい、ここの離す瞬間にどっちにこう引っ張るかっていう、もうこれはあれですか、ひねるんじゃなくてもうロックしてて、そう、こういう感じですか、浮かないように。いや、すごい、だから考えないとダメ。自分で考えて、俺フォーク投げなかったから、はい、すごい、何か三振取る方法ないかな、で、まっすぐの腕の振りでここから下に落としたら空振り取れるんじゃないかなと思って練習した、はい、そういうことです。でこっちっていうのがもうアイデア、こっち側がすごいよね、こっちは、こっちはできるけどこっち側がすごい。だってここだけだからこっちに引っ張ってくるじゃん。縫い目にこっちに引っ掛けるっていうのがすごいよね。でも親指の力もいりますよね、うん、こっちが、そう、だからもうとにかくこう真っすぐの軌道で行くようにここまでも、そうか、よく、まあ、そうか、言われればできるというか、できる、簡単じゃない、いやいや、違うんですよ、簡単じゃない。いや、理屈は今なんとなく分かりましたけど、あ、そういうことでもできないよねって思いますよ。できないよ、よっぽど開いて肘飛ぶよ、肘。逆向きですもんね、こっちですもんね、肘よりももうここの手首のここをロックして、うん、そう、だからこれが晩年になってきたら落ちなくなったからこういうふうになってくる、こういうふうにしてる、あ、こうか、うん、それを元気の時こっちでこう浮かないように、だから縫い目から絶対抜けないようにこうしっかりここでここからだけ下にこうボールを変化させるように覚えて。握力いくつですか。え、握力
知らんわそんな48くらいだよ、ね、それでこれできたんですか。できるやろこんなの。いやいや気合いですからね。こっちからイメージが分かる。みんなができるみたいな。だから唯一だったから良かったんですよ。そうですね。だから自分の感覚だからなかなか教えられないよ。それはな、教えたら怪我すると思います。桑田も聞きに来たけど、はい、あのオールスターの時に名古屋でゴルフしたら、吉さん、吉ボール教えてくれって、まあ、見てないとさ、どっちに秀でてるか分かんないから感覚に。だからカーブと同じだから結構話してるってことですね。もう同じですね、うん、はい、こういうことか。カーブの握り、僕はあんまり手がこう指が長くないんで、しっかりこう持って、とにかく抜けないようにまっすぐのイメージでバッと。あのフォークボールとかチェンジアップとか投げなかったんですか。フォークもやったけど、はい、その時にちょっとあの上田監督にダブルプレー取るために投げろってやる、はい、ああ持ちる球、あんまりガバッてはなくてね、はい、こっちがあったんで、はいはい、ダブルプレー取るためにちょっとやれとかやれって、はい、まあ、遊びでは投げたことあるで。でもこっちの方が落差があるってことですか。あの吉ボールの全然、うん、こういうことで、こっちの方がこうコントロールつきやすいですよ。しっかり握れるから。だから 2-3 になったらベースの上に真ん中にボコッとこう狙って投げれた。なんか空振りか、あっちこっち行かない。まあ、言っても内野ゴロ。抜けることは絶対ないんで。こうしっかり3本で持てるから。しっかり離す時にはしっかり握らないと落ちないんで。抜けスポッと抜けちゃダメですもんね。そう。グリップが効いてて。だからまっすぐの軌道から絶対上に行かないように考えてたんで。だからまっすぐのバーンといって、そこからこう下に落とすって。そうそう。でもさんさん、それコーチやってる時に誰かに教えたりしないですか。その、まあ、ダルビッシュやってみろよとかみたいな。ダルビッシュ俺よりはすごいカーブなんか能力違うから。もちろん若い選手誰かいたかな。則本とかも結構ね、まあ、ずっと投げてくれたのがソフトバンクの武田ショーターだけ。あいつ三振取りたいっつって、はいはい、フォークも投げるんだけど、彼が一番こう根気よくやってくれる。あれもこうなんか結構曲がる、なんていうんですかね、カーブというか、もうスラーブというか、ドロップみたいな、ドロップね昔言う。ほんで行った時にそれ吉ボールで三振取りたいから教えてくれた。あいつが一番根気よくやってくれた。スピードちょっと足んなかったけど、結局彼もしっかりグリップに行ってやってたから結構速いね、カーブというか、まあ30は超えないけど、その前後ではないね、もう落差もあって。確かに。だからこうボールって、まあ自分でどうやって変化はするかって考えないといけないんですよ、はいはい、人に聞いてもダメです自分で遊びの中でこう考えて、ボールなんかどうやって握ってもいいわけだから。まあそうですね、うん、でもいろんな、それも握り変えてとかいろいろさ、いやしなかった、うん、これだけもうカーブと同じように、もう全部同じように。力感はストレートとかカーブよりも強く握るんですか。じゃあ離す瞬間抜けないようにはしないといけないんで、ある程度ここで出てきて離す瞬間にグッと持ちます。離す瞬間にグッと握るイメージ、うん、どっちかにこうしないといけない。あまりさ、親指で回転を与えるというよりは、親指では回転させないです、うん、もう全部このまま抜いてしまうよ。もうだからこういうことだから、こっちの指でこうやって引っ張らないといけないんで、こうやるとカーブになっちゃうんで。そうだね、こうひねったらこっち行っちゃうから、スピード出なくなっちゃうんで、もうパン。だからそのままの勢いで、まあ、一緒は一緒なんだよね。カーブの場合は親指を使うってことなんですか。僕は使わないです、このままこのまま、まあ最後は使いますけど。だからカーブは腕の振りを大きくしないといけない。これはもうストレートのようにこう、まあ、ストレートパンチ殴るみたいな感じ。でもそれはあれですか、何年間目に自分で編み出したんですか。もうこれでいいや、これでいいや、ね、そう自分で編み、うん、ライン側の終わりくらいにで、それがたまたま月刊取った時に、あのアナウンサーの人が、昔あの関西テレビでね、プロ野球あのショーやって、アナウンサーの人がこれたまたまテレビ見せて、はい、で、まあ、キャッチャーに聞いた、あれは何やねって、フォークでもないカーブでもないって言うんで、うん、そのタイトルの名前で吉ボールにしてくれたんです、その人が。あ、向こうテレビ業が貼ってつけたんですか。そう、うん、そのアナウンサーの人がつけてくれた。もう吉ボールって。そうやるな、そのアナウンサーも。あの人も確かね、野球じゃないけど日大の先輩で。そうですか。ということで、たまたまテレビ見せたら、カーブでもないフォークでもないっていうのはキャッチャーの人が言ってるし、何にしようかなと思って、ファイヤーなんとかって月刊だったんで、はい、じゃあ名前取ろうって言って吉ボールにしてくれたんです、はい、ありがたかったですそれでもうご本人も OK です。 OK です、 OK ですそれでいいやと、うん、未だね、誰もそういう
名前のついたボールないんで。そうですね。だからカーブ投げる時もね、あんまりこうひねらずに投げろっていう人はいますけど、ああいうこう落ち方しないですもんね。こう、うん、ちょっと独特だよ ね。独特な縦めの、まあまあ理屈で言ったら縦めのスライダーなんでしょうね。まあ、この間も俺的にはフォークと同じようなイメージで、そういうことですね、縦にこうこの間から投げてベースの中で落ちれるように。だから元気な時はやっぱこうなのよね、はい、こっち向いてこのままこう下にこうこうと、うん、たまにこう、うん、そうちょっと左来たらちょっと逃がしてやろうかなと思ってこっちだからもう簡単に言ったらボールは素直だから、まあ選手にも言ってるんですけどね、はい、お前らの性格の通り変化するんだと、はい、性格悪いとあっちずれるんだボールはお前の話した通りあそこに行くんだぞって教えてますけどね。でいい投げ方したらいいとこにちゃんと行くことになってるっていう話をしな。あとどうですか、例えばコントロールの悪いピッチャーになんかコントロール良くなる方法なんかありますかって聞かれるとなんて答えられます？ああ、まあ、一応さっきのこの、はい、やっぱ膝を意識しろから、ね、膝の位置を同じようにしてくれたら、はい、これ曲がったり女やったら手もこうやってずれちゃうんで、うん、そこあとはやっぱり投げないと覚えないってことね。やっぱ数、うん、とりあえず、うん、やっぱり頭ではあそこ投げようと思っても体がそこに行かないと、うん、なかなかつかない。こればっかりはすぐには良くならないんで、うん、俺らも悪い方だったから、うん、まあ今のキャンプと違ってもらうもう遠藤なんかわからない、僕はキャンプ1ヶ月まるまる練習試合とかないから、はいはい、最後の土日だけやるだけで28か、はい、それまで毎日投げて2000球以上投げるんでキャンプで、だからその中でこう覚えて体が覚えてくれる。あの例えばですけどこう なんですかね、こう例えば6部とか7部でいいから数投げ、その思いっきり投げるとなんかたくさんは投げれないっていう人も多いかもしれないですけど、でも思いっきり投げないと覚えない。意味がないですか、それだったら300球くらいでも投げれるじゃないですか、はい、やっぱり全力で投げて覚えてくれた方がいいですよと僕は思います。全力で投げて体が覚えて、やっぱりピンチになったら全力で投げるわけだから、うん、一番自分のパフォーマンス出るフォームで覚えてくれないと、緩めたらいろんなことできるんで、まずは10で覚えて7、8で投げれるように、はい、うん、した方がいいと。あともう一ついいですか、あの佐藤さん の独特のこれフォームあるじゃないですか、うん、あれは僕の経験ではこの何十年か見てますけど佐藤さん以来いないと思うんですよ、あの投げ方。村山さんの真似したよね。村山さんですか？違う似てるって言われた。本当ですか？似てないでしょ村山さんそんなんでしたっけ？怖い。あ、ちょっとだから低くバーって入っていくイメージが僕らもちょっとあのテレビでしか見たことないですけど、ザトピック、ザトピック、ザトピックですよね、うん、あの中島さん あの映像何回か、だからもう教わってないから自然にこうなったと思う、はい、まあ、でもなんか意味はあるんでしょ、まあ、あるんでしょ、ないんですか、たまたま投げやすかったんですか、なんかこうそういうふうに覚えちゃったみたいな。あれ佐藤さんのモノマネできる人すらあまりいないぐらいのそうなんかこう、うん、そうちょっと独特でしたよ、うん、一回上がるんです、取るんですか、うん、なんかありますよね、うん、こう出ていくときにこうちょっと、はい、出ていくときに反っちゃうね、だからこういい日と悪い日が出ちゃうわけ。こう2回こうガッチャンガッチャン、こう2回やるってことですか？いや、ね、自分で1回のつもりだけどそうなってるみたいな、はい、でここではないけどね、はい、ここでやることはないんだから、出ていきながら、まあ、なってしまってたっていう。なんかそれをこう逆にあのちょっと調子悪い選手にちょっとこれやってみたらっていうのはないですか？ないな。俺の映像俺ちょっと見てみろ、 こんな感じでこのタイミング合わせていったらいけるかもしれんぞっていうか、うんうん、まあ、基本的には上はどうでもいいねん、足がついた時にちゃんとこういうふうになれれば俺はいいと思ってる、うんうん、あれはでも逆に言うと佐藤さん あのそう高校時代からあんな感じや、それともなんかやってる間にちょっと大きくなってきたとか、ああいうふうになったみたい、自分であんまりこう投げるの見たことないから、もう無意識になってた、ね、反動を使ってるのがそういう風になったみたいな。ちょっと僕もよく分かんないですけどね、ここで反動を使うのが一回こうなんかありますよね、うん、だからここでこう反り返る時がコントロール悪いで、まっすぐ出た時はまあ入ればはまればこのこういう、でもタイミングピッチャーでまあ大体足上げるの皆さんタイミングなんで、うん、これが合えばねいいとこですもんね、うん、こう多少こうだから最初は勝ってたけどね、それ合わなくなって4勝13敗じゃあ、はい、ありがとうございました、はい、すいません。